これよこれ、丸みを帯びたこのライン、あ、憧れの C カップ。できることならずっとこのまま。またやってんのか。早くしろよ、遅刻するぞ。はーい。入江君、今夜金ちゃんのところ行けそう？ああ、ごめん、無理だな。よろしく言っといて。あ、待って。おい、すごい王族並みね。金之助、男前でっしゃろ。入江君にも見せたかったな。入江、最近忙しいの？うん、もうすぐ論文の締め切りなんだって。天才君は大変やな。ほれ、ことか、水。ありがとう。何やその薬、どっか悪いんか？うん、これは鉄剤。ああ、鉄分補給ね。妊婦さんは貧血を起こしやすいっていうもんね。はあ、そうなんや。貧血に注意、鉄分と。何してんの？今いろいろと情報集めてんね。情報？実はこの間病院行ったら3ヶ月や言われまして。え、クリスも赤ちゃんできたの？おめでとう、よかったね。おめでとう、キンちゃん。お気に。見てや、プリティでっしゃろ。わぁ、かわいい。クリスが編んだの？なんでブルーやねん、女の子かもしらんやろ。ノー、キンノスケそっくりのハンサムベイビーに決まっとるがな。ママに似た方が幸せなんじゃ。キンちゃん、ほんといい奥さんもらったよね。とにかく、もう一回乾杯しよう。乾杯！でね、出産は日本でするかイギリスでするかで、またクリスのママと戦ってるんだって。国際結婚ってほんと大変だよね。そうだよね、今は大変な時期だもんね。お、どうした？あ、うん、論文進んでる？まあね。入江君、昨日もあんまり寝てないよね。無理しないでね。ああ、サンキュー。お、コトコ大丈夫か？手が滑っちゃった。気をつけろよ。ごめんね、邪魔しちゃって。頑張ってね。あんまり無理すんなよ。コトコさん、産休はまだ取らないの？うん、ギリギリまで頑張ろうかなって。仕事好きだし。コトコ、あの女社長の影響受けちゃってるんじゃないの？ほら、去年入院してた松本さん。そういえば彼女、あの先輩とはどうなったの？そうそう、あのドジヒゲセールスマン、退院してから彼氏に昇格したみたい。へえ、やるね。どうしてるかな、松本さん。ちゃんと検診受けてるかな。十二指腸は再発しやすいからな。あ、小林さんだ、私出る。それじゃあ、ことこさん、お先に。お疲れ。お疲れ様。あ、あれ、胃が痛い。鉄剤飲みすぎたかな。論文か、あんまり根詰めるなよ。はい。じゃあ、お先。お疲れ様でした。お、コトコちゃん、お迎えかい？西垣先生、お疲れ様でした。入江くん、一緒に帰ろう。ああ、ごめん、まだ終わりそうにない。あ、そうなの？時間かかると思うから、先帰ってて。わかった、じゃあ、頑張ってね。なんだか暗
ラクラする。栗原先生、夜分にすみません。ご意見を伺いたいことがあるのです。ごめんって謝ってんじゃん。気持ち悪い。なんで言うんだよ。どうしよう、苦しい。入江君。大丈夫ですか？どうしたんですか？しっかりして。大丈夫か？入江くん、ことこちゃん、よかった。大丈夫、赤ちゃんは無事よ。よかった。私妊娠高血圧症ですって。でも軽症だから心配はいらないそうよ。今後は産休を取って自宅でゆっくりするようにって。そうですか。まあ頑張りすぎたってことだ。とにかくことこちゃんも赤ちゃんも無事でよかったよ。ごめんなさい、心配かけて。お父さん、それお、いや急いでたもんでな。愛ちゃんは昔から慌てもんだから。なんだよ、そういういいちゃんだって。やだわ、パパったら。ママだって人のこと言えないだろう。頭につけてんの何？え？あら、あ、ちょっと。お兄ちゃん、ママたち一旦帰るって。そうか。ほんと人騒がせだよな、ことこのやつ。でも無事でよかった。ずっと我慢してたんだろうな。俺に心配かけないように無理して頑張って。旦那失格だ。お兄ちゃん変わったね。昔のお兄ちゃんはいつだってクールだった。そんなお兄ちゃんにずっと憧れてたけど。失望したか？ううん、今のお兄ちゃんの方がかっこいいと思うよ。行こう、コトコが待ってる。あ、何してるの？私もクリスみたいに靴下編んでみようかなって思ったんだけど。タクドンクセ。あ、今の言い方入江くんにそっくり。さすが兄弟。ごめんな、コトコ。体のこと気づいてやれなくて。私の方こそ無理しないでちゃんと言えばよかったんだよね。聞こえてたよ、入江くんの声。名前何度も呼んでくれたでしょ。すっごく心強かった。入江くん、そばにいてくれてるんだって。ねえ入江くん、赤ちゃん産むときもそばについててくれる？ああ。本当に？立ち会うよ、約束する。よかった。出産のときってパニックになる人もいるって言うし、一人じゃ心細いなって思ってたの。ありがとう。どうぞごゆっくり。ででん、うっすい。違うわよ、ことこちゃん。手の動きはこう、もっと滑らかに。あ、はい、こうですか？
全然ダメ。背筋はちゃんと伸ばすのよ、パッパ。難しいな。ただいま。何やってんだ。またニティフライよ。体調にいいの。あ、よかったらお兄ちゃんも一緒に。遠慮しとく。あ、楽しいのに。ねえ、パッパ。ねえ、ユリエ君、クリスからこんなの誘われたんだけど。マタニティ教室。やっぱこういうのはユリエ君行かないよね。あ、いいのいいの、来られない旦那さんもいっぱいいるみたいだし、私一人でも。いいよ、行くよ。本当に？あ。フランはやらねえよ。あらしょ。なるほど。重いでしょう。8キロもあるからね。金ちゃん、金之助、どないした？何よ、わからんけど愛おしい気分になってもうてな。さすがイリエ君、何やっても上手。かっこいい旦那様で羨ましい。ねえ、目標ぐらいわしかて楽勝や。おう、金之助、ベビーが溺れとるだな。これやったら本職やから誰にも負けへんで。ほんまや、めっちゃうまい。どうかな、味見してみな。ごとこ、私にも味見させな、ハレ。大丈夫？これから修行して、うんと美味しいのが作れるように頑張る。どうした？なんか、お腹がキュッて。なんや、そんなにまずかったんか。そうじゃなくて。お前、まさか。陣痛っちゃいますの？おい、コトコ。痛みの感覚が狭まってきたら知らせてください。はい。いよいよね、コトコちゃん。いい？呼吸はひっふーよ。どうしよう。なんだか怖くなってきた。しっかりしろよ。母親になるんだろ。うん。でも俺がついてる。そうだよね、頑張る。ああ、ゆうきくん来てくれたんだ。なんだよ、ケロッとしてんじゃん。陣痛っていうのは周期があるのよ。あ、うん、来たか。腹が減っては戦はできぬって言うもんね。食べ過ぎないようにしろよ。うん。あ、こっちも美味しそう。コトコちゃん、ジュースはどれにする？松本、しっかりしろ。松本さん、ちょっと行ってくる。須藤さん、松本が。何があったんです？会社に迎えに行ったら床に倒れてて、血をいっぱい吐いてて、意識もなくて。落ち着いてください。入江先生、今空いてるドクターが誰もいないんです。見ていただけませんか？西垣先生はついさっき緊急オペが入ってしまって。分かった。松本、カルテはこれです。レントゲンの準備をお願いします。はい。心配ね、お兄ちゃんも戻ってこないし。とりあえず病室に戻りましょう。コトコちゃん、十二指腸潰瘍穿孔ですね。かなりの出血が見られるので、すぐにオペしないと危険です。西垣先生はまだオペ中です。じゃあ鈴木先生に。それが先ほどお電話したんですが繋がらなくて。困ったわね、松田先生は学会だし。あの、だったら入江先生が。入江先生はまだ助手の経験しかないから執刀は無理よ。でもこのままじゃ
西垣先生のオペの状況をもう一度確認してください。はい。看護師長は慶明医大の関口先生に連絡取っていただけますか。わかりました。血圧下がってます。呼液全開で輸血至急用意。西垣先生、あと 2,3 時間はかかるそうです。もう一度鈴木先生当たってください。わかりました。関口先生は海外出張だそうです。血圧80を切りました。脈拍微弱で150。至急輸血ポンピングで入れて。はい。助けてあげて。コトコ、お前なんでここに。松本さんを助けてあげて。大丈夫、入江君ならきっとできるよ。私も頑張る。だから入江君も二人で頑張ろう。オペの準備をお願いします。え？俺が執刀します。入江君。あのお言葉ですが、入江先生はまだ独り立ちされたばかりですし。たとえ新人でも自分は医者です。命の危険にさらされている患者を放置することはできません。ですが主任、入江君を信じてください。絶対に絶対に成功しますから。桔梗さん、オペ室の手配を。看護師長。清水さんは麻酔科に連絡して。はい。もしもし、麻酔科ですか。松本、頑張れよ。大丈夫だ、きっとイリーが助けてくれる。頑張るんだぞ。ごめんな、一緒にいてやれなくて。大丈夫、きっとこの子もパパのことを応援してるよ。頑張ってって。ああ入江先生。おふくろ、コトコのことを頼む。え、任せてちょうだい。じゃあ行ってくる。うん。入江頼むぞ。はい。うん、大丈夫。コトコちゃん。ただいまより十二指腸潰瘍穿孔の閉鎖手術を行います。コトコちゃん、もうちょっとの辛抱よ。はい、そうよ、頑張らなきゃ。入江君だって頑張ってるんだもん。もうすぐ生まれるんだね、私たちの赤ちゃん。こんな日が来るなんて、あの時は思いもしなかった。これ、これよ、これよ。いらない、俺の生活の邪魔はしないでくれ。お前は俺が好きなんだよ。俺以外好きになれないんだよ。邪魔を見ろ。ねえ、入江君、恋をするってすごいよね。平凡な人生を宝石に変えてくれる。人を好きになるってすごいよね。もう少し頑張って。入江君。入江、松本は。手術はうまくいきました。ありがとう、ありがとう。入江先生、あとは私たちで大丈夫です。早くコトコのところへ。ナオキ君。お兄ちゃん。やっと会えたね。パパもママもずっと待ってたんだよ。あなたのパパはすごいんだよ。お友達の命を救って駆けつけてくれ。お疲れ様。入江君、抱っこしてあげて。ありがとう、コトコ。おめでとう、コトコちゃん、お兄ちゃん。
く頑張ったな。おめでとう。やったじゃん。はい、乗りますよ。何してんだ？出かけるぞ。パパ！リリエ君！はい、パパ！ありがとう、琴美。みーちゃんの勝ち！これっぱり！たく、毎日よく飽きないな。え、みーちゃん好きな子がいるの？うん、ヨシア君。粘土くれたの。そっか。じゃあまずはアタックしないとね。アタック？例えばラブレターを書くとか。おい、変なこと教えんなよ。ひょっとしてやきもち？まさか。ことみ、ヨシア君とパパどっちが好きだ？パパ。ほらね、みーちゃんパパと結婚するんだもん。すごい。まあ、ダメ。パパはママのものなんだから。パパはみーちゃん。おいおい、やきもちはどっちだよ。だけど今信じているの。君を死んでも離さない。吹き荒れる嵐にも負けない。おい、今日で最終回じゃなかったのか。そうだよね。あ、ちょっとことみ、パパにくっつきすぎ。パパはママよりみーちゃんのが好きだもん。ああ、そうだな。そんな。じゃあマーミア。次回、いたずらなキッス、ハローアゲイン。絶対ハッピーになるからね。